アーロン・ウェルズ・ピアソルはアメリカ合衆国カリフォルニア州アーバイン出身の競泳選手。100メートル、200メートル背泳ぎ世界記録保持者。妹のヘイリー・ピアソルも競泳選手。17歳で初出場したシドニーオリンピックでは200メートル背泳ぎで銀メダルを獲得。2001年の福岡世界選手権では200メートル背泳ぎで金メダルを獲得する。 2002年には、レニー・クレーゼルバーグが持っていた200メートル背泳ぎの世界記録1分55秒87を0.72秒、更新する1分55秒15の世界新記録を樹立する。アテネオリンピックでは100メートル背泳ぎ、200メートル背泳ぎ、共に、金メダル、メドレーリレーを含む3冠に輝いた。メドレーリレーの第一泳者として53秒45。 の世界記録を更新した。2005年のモントリオール世界選手権でも100メートル背泳ぎ、200メートル背泳ぎ、メドレーリレーの3冠に輝くが、2007年のメルボルン世界選手権では100メートル背泳ぎで金メダルを獲得したものの、200メートルでは自らの世界記録を更新する1分54秒32を出した。ライアン6手に敗れ、銀メダルに終わった。 メドレーリレーは予選を泳いだ選手の引き継ぎ違反により失格となった。2008年北京オリンピックでは100メートル背泳ぎでは世界新記録で優勝したものの200メートルでは6手に敗れ銀メダルに終わった。メドレーリレーでは世界新記録で金メダルを獲得した。2009年7月に行われた全米選手権の100メートル背泳ぎで51秒94。 200メートル背泳ぎでの世界新記録を達成した。2010年に現役を引退した。2004年アテネオリンピックの100メートル平泳ぎで金メダルを獲得した日本の北島康介がドルフィンキックを打っていて英法違反ではないかと指摘した。ハンセンや米国チームは問題にしなかったので心理作戦と見られていた。 その後自らの200メートル背泳ぎの決勝で2位選手に大差をつけて1着でゴールしたものの、A 法違反で一時失格とされた。しかし手続きの不備があり、失格が取り消され優勝が認められた。紛らわしいことからルールが改正され、2006年シーズンからスタートとターン直後に限りドルフィンキックを1回だけ打つことを認める変更がされた。ありがとうございます。